おはようございます。あるいはこんにちは。あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、2024年6月22日からテレビアニメ第3期領土掌握編がスタートしたので、小説8巻をゆっくり紹介していく22本目の動画で第2章各国と招待状その11です。前回の動画を見ていない方は、こちらの動画をご覧ください。URL は概要欄に貼ってあります。一気に見たい方は、再生リストの点すら小説8巻領土掌握編で一気見できます。細かい内容が知れる、補足的なものとして、楽しんでもらえればと思います。それでは、ゆっくりしていってね。前回の復習終わりの一部、ランガには、今後はシオンに毒されないように注意してほしいものだ。ランガちゃん、本当、無茶はしないようにしてくれよ。俺はランガの喉元を撫でながら、念入りに釘を刺しておいた。心得ました。ランガが神妙にうなずいてくれたので、この話はこれで終わり。よし。それじゃあ、戻って伝言を頼むな。それと、警備部門に手が空いている者がいれば、ミョルマイルの護衛をさせたい。それもついでに確認してみてくれ。承知。その言葉を残し、ランガは再び俺の影に潜っていったのだった。ここから、各国と招待状その11本編です。ミョルマイルには、一応護衛をつけることにした。悟られぬように、影から守らせるつもりである。誰が来るかは不明だけど、警備部門で単独行動を許される者は少ない。新米は論外なので、少なくとも班長クラスの実力者が来る。班長とは、5名1組のチームリーダーだ。冒険者で言えば B ランクに相当するし、護衛任務を任せるには申し分ないだろう。俺が街にいる間は、ミョルマイルの気配は把握している。何かあったらすぐにわかるから、護衛が来る前にヒューズと会っておくとしよう。自由組合のブルムンド支部の建物の扉を開けて、中に入った。前回ちょっとやりすぎたので、騒ぎにならないか心配したのだが。誰だ?という視線が突き刺さったものの、何か言われることもなく受付までたどり着く。そうか、前に来た時は仮面をつけていたし、俺が誰なのかわからないのだろう。まあいっか。ヒューズに取り継いでくれなければ、案内状だけ渡して帰ればいいだけだし。気楽にそう考えて、受付に向かった。キワッス。リムルって言うんだけど、ギルマスのヒューズさんに取り継いでくれないかな?あ、これ、身分証ね。そう言って、俺は胃袋からカード型の身分証を取り出して、応対してくれた受付嬢に提示した。あんな少女が冒険者かよ?といった声が聞こえたけど、どうでもいい。またかと思うだけで、もう慣れてしまった。受付のお姉さんは、俺のことを覚えていた。ぼっと頬を染め、うっとりとした顔で俺を見る。あ、リムルさんですね。これはこれは、お久しぶりです。お元気でしたか?あ、元気元気。お姉さんも元気そうで何より。はい、私は元気です。それよりもリムルさん。本部の試験にも合格されて、その上 B プラスランクになったそうですね。すごいです、尊敬します。あ、そうだったね。本当は A ランクになっておきたかったんだけど、ちょっと忙しくてね。本当は面倒になっただけだけどね。だって、B ランク以上になると権限が大きくなる代わりに、義務が増えるのだ。B プラスランクでもかなり面倒な感じになったので、これ以上は必要になってからでいいと思ったのだ。ランクが上がっても給料がもらえるわけではなく、危機が生じた時には借り出される。その代わり、各国への出入りが融通が利くようになるし、支部での寝泊まりや食事が無料になったりする。まあ言ってみれば、いろいろと便宜を図ってもらえるのは嬉しいけど、強制されるのは困るってわけだ。でも、そんな夢を壊すようなことを言う必要はないだろう。リムルさんなら、絶対に合格しますよ。私、応援してますから。あ、そう?ありがとう。ははははは。は。そんなキラキラとした目で見られても困る。と、そう思った時、受付のお姉さんがポロリと爆弾を落とした。ところでリムルさん、魔王と同じ名前で困ってませんか?リネームシステムというものがありまして、どうしても困ったらギルドの方で名前の登録をやり直すことが可能です。顔を知られてる相手がいない地方に行けば、一つランクを落とした新人として活動できるようになりますが、どうされますか?忘れてた。俺って魔王になったけど、そのまんまの名前で公表しちゃってるよ。オクタグラムの一人、ニュービーのリムルテンペストという名が知られてしまった今。冒険者のリムルでは問題が起きるか。冒険者は引退、かな。どうしても冒険者として活動する必要があるときは、リネームシステムを利用することも検討しよう。俺の場合は B ランクでスタートできるみたいだし、それで十分だ。それにしても、便利なシステムがあったものである。ありがとう。いい話を聞けたよ。もしものときはお願いします。それで、取り次ぎはできそう?あ、はい。その時はぜひ、それでは、すぐに案内いたしますね。話は長かったけど、すんなりと押してもらえた。俺が案内されるのを見て、後ろで騒ぐ声が聞こえる。マジかよ。何者だ、あの少女。とかいう声に混じって、前回来た時に俺の戦いを見ていたらしき声もちらほら。え、嘘?あんな可愛い娘だったの?信じられん。あ、あれが、レッサーデーモンを軽く倒したリムル殿の素顔とは。というか、魔王と同じ名前なのな。まさか、本人だったりして。バッカ、そんなわけねえだろ。
だよな、あはははは。という感じに、俺の噂が広まっている。だが、思ったよりも心配することはないかも。名前が被っただけでは、俺が魔王本人だと気づかれないみたいだ。もしかすると、リムルという名前はそれほど珍しくないのかもね。そんなことを考えながら、俺はヒューズの待つ部屋へと向かったのだった。あっさり中に入ると、俺を目にしたヒューズが頭を抱えた。俺はお構いなく、ヒューズに挨拶する。イオフス、遊びに来たよん。どうしたの？何かあった？難しい顔して。いやぁ、ついさっきまでは平和だったんだが、突然魔王が現れましてねー。え？マジで？やばいじゃん。のんびりしすぎだろ？いやいやいや、その魔王は目の前にいるんですよ。さて、どうしたもんでしょうね。え、そうなの？それは、お茶とか出した方がいいんじゃない？ケーキとかあったら、その魔王も喜ぶと思うけど。ケーキって何ですか？あんな贅沢な食べ物が、そう簡単に手に入るわけがないでしょう？まったく、なんで魔王になったリムル殿が、そんなに自由気ままに歩き回っているんですかね？文句を言いながらも、お茶を用意してくれるヒューズ。見かけによらず、マメな男である。俺は礼を言い、お茶を受け取った。一口飲んでから、真面目な話に移る。リムル殿、今回はすまなかった。西方正教会への働きかけがうまくいかず、結局はクルセイダーズが動く状況になっちまって。いやぁ、それは仕方なかったと思うよ。どうも、七曜の浪士とかいう奴らが黒幕だったぽいし。な？だから、どれだけ俺たちが無害だと訴えても、聞く耳を持たなかったんじゃないかな？七曜が。あの、人類の守り手にして、偉大なる英雄だった方が。そうらしいな。日向も撃たれてさ、まあいろいろあって無事だったんだけど、誤解は解けた感じだな。でも、残念ながら犠牲者は一人いる。隊長格のギャルドって人が行方不明だそうだ。火のギャルド。シズさんほどじゃないが、炎の精霊魔法と組み合わせた華麗なる槍さばきを得意とする、人類の守り手たる10代成人の一人だった男です。俺の言葉に、ヒューズが無念そうにつぶやいた。俺が見たギャルドは七曜が化けていたので、直接会ってはいない。なのでどういう人物なのかは定かではないが、有名な人物ではあったようだ。情報通のヒューズなら、知っていても当然か。行方不明とは言うが、おそらくは殺されているのだろう。ギャルドさんには悪いけど、今となっては冥福を祈るしかないのだ。それから俺は、手短に今までの出来事を伝えた。ヒューズが心配してくれていたので、ワルプルギスについても語って聞かせたのだ。魔王が8名になったこと、その名称がオクタグラムとなったこと、日向とのいさかい、七曜の最後についてももう一度話した。当然だが、ルミナスの正体についてはごまかしている。口が軽いと評判の俺だが、重要な秘密を漏らすほど迂闊ではないのだ。そうでしたか。こちらがいくら接触しようとしても、窓口で突き返されましてね。西方正教会の支部では話にならんので、本部にも人を派遣していたんですよ。ですが、それでも司祭以上のものとは面会もかなわず。まさか、裏で七曜が動いているとは思いませんでした。それは日向も言っていたね。ル、じゃなくてカミルミナスへの信仰だけは本物だと。日向も認めていたらしいからね。人類は弱い。それゆえ、神の力にすがる。ヒューズもそうなのか？はは、俺は違いますよ。自分の力が尽きた時、それが最後だと覚悟して生きています。奇跡を願いますが、会ったこともない神には祈りません。なるほど、ヒューズは無神論者だと。この世界では、頂上の力を持つ魔物が土地神として敬われていたりする。それはあくまでも、会ったことがあるから頼るのだろう。ルミナスにしても、最初は自分の見知った相手の身を守っていただけみたいだし、ヒューズにはそんな存在がいないから、自分の力を頼っているんだな。厳禁な話ではあるが、理解はしやすいね。俺は、神に祈りたくなる気持ちは理解できるけどね。でも、なるようにしかならないのが現実だろうな。神ルミナスは置いておくとして、今回の件で西方正教会とも和解できたんだし、それでよしとするさ。神ルミナスの正体を知る俺だからこそ、祈る行為の無意味さも知ってしまった。けどまあ、それを言っても仕方ない。祈るという行為そのものが力になることもあるのだし、俺が口を挟むこともあるまい。そうですな。俺としても、肩の荷が下りた気分ですよ。そう言って、ヒューズは笑った。俺との約束で西方正教会に働きかけると言っていたのに、成果が出ないことを気に病んでいたそうだ。そこまで気にしてくれていたとは、俺も嬉しい気持ちになったのだった。世間話がてらに一冊を話し終え、俺は立ち上がった。そして、ふと思い出す。それじゃあそろそろ行くけど、これを渡しておくよ。俺は懐から封筒を取り出して、ヒューズへと手渡した。その封筒とは、我が国で行う予定の開国祭への招待状だ。話に夢中になって忘れるところだった。これこそが、今日来た目的なのである。これは？今度さ、俺の魔王就任のお披露目がてら、俺たちの街を大々的に宣伝しようと思うんだよ。開国祭と銘打って、どんちゃん騒ぎをしようと考えている。近隣諸国の王侯貴族にも招待状を出しているから、ヒューズもぜひとも参加してくれよ。はぁ？待ってくださいよ、リムル殿。俺なんかが参加しても、いいじゃないか。ブルムンド王への招待状もあるから、それも届けておいてよ。
ならば直接、ああ、それは難しいか。さすがにね。ドワーフ王とエラルド公爵には直接届けさせたけど、他の国々とは面識がないからね。魔物が直接出向くと騒ぎになるだろうし、各国のギルドに届けさせた。ブルムンド王とは一度会ったけどさ、魔王が出向くのはまずいだろう？俺がそう言って笑うと。ここに魔王が来た時点で、十分にヤバいですよ。そう言ってヒューズも苦笑した。この招待状は、確かに俺が預かりました。王には間違いなく届けておきましょう。それからヒューズは、表情を改めて確約してくれたのだった。これで用事も片付いたので、今度こそ去ろうとしたのだが、そこでヒューズが思い出したように言う。そうそう、リムル殿のことを、グランドマスターは心配しておりました。西方聖教会との交渉でも骨を折ってくれていたので、無事に問題が片付いたと伝えておきますよ。勇気が心配してくれていたのか。あいつと最後に会ってから色々あって、なんだか懐かしい感じだな。そうか、勇気にも迷惑をかけたみたいだな。迷惑ってことはないでしょう。ギルドとしても、聖教会を敵に回したくないという本音があります。話し合いで解決できるなら、それが一番だという判断ですな。ヒューズは、俺が気にすることはない、と言ってくれた。でも、なんかお礼を。そうだ、勇気も招待しようかな。それとも迷惑かな？いやー、どうでしょう。俺が言うのもなんですが、あれでも忙しい方ですからね。時間に都合がつくかどうか。行き帰りは俺が送り迎えするし、一日くらいならなんとかなるんじゃないか？無理なら無理で、そのうち遊びに行くことにするさ。ってことで、これもついでに渡しておいてくれ。俺はそう言って、ヒューズの前で手紙を書いて、招待状と一緒に封筒にしまい、呆れたようにしているヒューズに手渡す。リムル殿、その紙はどこから？って、もういいです。それに、手紙だけなら魔法で転送できますし、それくらいなら引き受けますけどね。疲れたようなヒューズ。ちょっと気軽に物を頼みすぎたかも。あはは、悪いね。では、お願いします。了解ですよ、リムル殿。あ、それと、開国祭にはミリムも来るから、ヒューズが手紙を受け取ったのを確認してから、俺は爆弾発言を落とした。ミリム？え、まさか。じゃあ、そういうことだから、俺はごまかすように笑いつつ、その場を逃げるように去った。そんな俺に、ちょ、まさか、魔王ミリムではないでしょうな。って、おいー。という非常に慌てた声が投げかけられたような気がしたのだが、それは聞こえなかったことにしておこう。ギルドの建物から出ると、俺の手前の影から一人の男が飛び出し、俺を敬うようにしてひざまずく。このゴブエモン、リムル陛下の召集に応じ、馳せ参じました。ゴブエモンと名乗るその男、俺が名付けたホブゴブリンの一人だ。かなりの野心家で、確かリブルが隊長だった時、ゴブタと副隊長の座を争っていたとか聞いた記憶がある。当然、その実力は折り紙付きで。あれ？お前、百人長になってなかったか？ゴブタがゴブリンライダーの隊長になったから、お前は別の隊に移ったよな？百人長とは、部隊長を任せてもいいという意味。隊員がいなくても与えられるので、本当に100名の部下がいるわけではない。当然、隊長の方が格上となるのだが、5名から10名を従えるだけの班長よりは圧倒的に実力が上だと言えた。へぇ、実は俺は、誰の下にもつきたくないんでさ。それで当面は、一人で活動してみようかと。自分の直属の部下を集めて、自分だけの部隊を作りたいと思っております。ほほう、なかなか気骨のあるやつだね。まあ、ゴブタの元につきたくないからと。大人気部隊であるゴブリンライダーの副隊長の地位を蹴ったのだから、それくらいの野心はあって当たり前だろう。そうか、まあ頑張れよ。ミョルマイル君は、俺が頼りとする人物なんだ。きっちりと、なるべくなら気づかれないように守ってやってくれ。それに、彼の人心掌握は結構お手本になるよ。損得感情で人を動かしているけど、決してそれだけじゃないんだ。護衛しつつ、勉強したらいいよ。は、リムル陛下のお言葉を胸に、お役目を務める所存です。ゴブエモンはやる気だ。ベニマルの判断では、ゴブエモンは能力に頼りすぎており、部下や仲間を軽く見る性質があると言っていた。それこそが、身体能力測定ではゴブタよりも上だったにもかかわらず、隊長になれなかった理由である。これで部下を気にかけるようになってくれれば、部隊を任せるのもありなのだ。ぜひとも成長してほしい。お前がこの任務を全うして、何かを学び取れたなら、その時は俺に報告に来い。褒美として、俺が使っているこの内刀をやるから、俺専用の刀が完成したと、黒兵衛から連絡があった。なので、この内刀ともお別れである。間に合わせに用意してもらった一品だが、今では俺のオーラにも馴染んでそれなりの品質になっていた。日向との戦いの後で一度メンテナンスしてもらったが、黒兵衛も驚いていたくらいである。褒美としてはちょうどいいだろう。本当ですか？ゴブエモンは驚き、興奮して目を丸くしている。ああ、お前の腕なら、これを扱えるだろう。ただし、もっと精進して、俺を認めさせたらだぞ。承知、この俺、ゴブエモン。リムル陛下の期待に応えてみせましょう。そう言い残し、ゴブエモンはミョルマイルの護衛へと向かっていった。あざといくらいに褒美で人を動かしたわけだが、ゴブエモンには伝わっただろうか？部下からの信頼を得るのは大変だ。
古くからの考え方にあるゴーンと方向のように、互いに利益を与え合わないと主従関係も破綻する。俺だって悩みながら頑張っているわけで、俺を手本とされても困るけどね。ゴブエモンはゴブエモンなりのやり方で、俺の期待に応えてほしいと思ったのだった。さて、これで招待状は配り終えた。あとは開催日までに間に合うように、準備を整えるだけである。盛大な祭りとなるように、俺は胸を高鳴らせつつ、そのために必要なことを思い浮かべるのだった。今回はここまでだ。魔王ミリムも来るのか、気苦労しかないぜ。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇復習や〇〇相関図など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。